皆さんこんにちは。今回は自動切り抜き機能 AI スマートカットアウトとエフェクトを組み合わせてシルエット演出に挑戦していきます。魔法少女のようなキラキラ変身シーン、モバイルゲーム風のガチャ演出、シークレットゲスト演出、自作結婚式ムービーなどなど、様々なシーンの活用例も紹介しますので、チャンネル登録と通知をオンにしてぜひ最後までチェックしてくださいね。まだフィモーラ12をゲットしていない方は概要欄の URL から無料でダウンロードして体験してみてください。実写素材のシルエット化。まずは実写で撮影した人物の動画素材をシルエット化する方法を紹介します。動画をタイムラインに配置したら AI スマートカットアウトを使って背景を透明化していきます。編集パネルの AI ツールから AI スマートカットアウトをオンにします。開始ボタンをクリックすると編集画面がポップアップするので、人物の部分をブラシでざっくりなぞります。これだけで被写体が自動選択されました。うまく選択できていない部分があればブラシサイズを変えたり消しゴムツールで調整します。エッジフェザーは 2.5 くらいに設定しておくと境界線が滑らかになるのでおすすめです。綺麗に選択できたら開始ボタンをクリックすると被写体の動きを検出してくれます。途中選択がずれている箇所があればそこに戻って再調整しましょう。全体がうまく選択できたら保存をクリック。タイムラインに戻ると背景が透明化されて真っ黒の状態になっています。動画を一つ上のトラックに移動して下に背景を追加すると綺麗に切り抜かれているのが分かりますね。背景の用意がなくてもステッカータブの背景グループにたくさん搭載されているのでジャンルに合わせて選べます。これで AI スマートカットアウトでの切り抜きが完了です。ではエフェクトを使って人物をシルエット化させましょう。エフェクトタブのビデオエフェクト、ユーティリティのグループからボーダーを選択して動画クリップに直接追加します。ボーダーはエフェクトタブで直接検索しても大丈夫です。このように被写体に白い境界線が表示されるので編集パネルからボーダーのサイズを最大まで上げます。これで被写体が白一色のシルエットになりました。ボーダーの色を設定するとそのままシルエットにも反映されるのでお好みに合わせて設定しましょう。被写体が大きくてボーダーのサイズを上げてもうまく埋まらない場合はぼかしのパラメータを上げておいてクリップを右クリック、エフェクトをコピーします。もう一度クリップを右クリックしてエフェクトをペーストを何回か繰り返すと徐々に空きを埋めることができます。シルエットの外ではなく中を透明化してイラストやパターン背景、CG 映像などを配置したい場合は AI スマートカットアウトで切り抜くときにマスクの反転ボタンをクリックして保存します。これで下のトラックが透明化されて人物のシルエット内だけを変更できました。シルエットの外側と内側両方に別々の背景を配置する場合には一工夫が必要です。AI スマートカットアウトで背景を透過してボーダーを追加した状態でボーダーの色をグリーンなどの鮮やかな単色に設定して一度 MP4 などでエクスポートします。その動画ファイルをインポートしてタイムラインに配置したら AI ツールのクロマキーでシルエット内を透明化します。下のトラックに背景素材を配置すればシルエットの外側と内側を個別に設定することができました。イラスト素材のシルエット化。次にイラスト素材をシルエット化してみます。基本的には実写と同じように AI スマートカットアウトで背景を透明化しますが、イラストの場合は元から背景が透過されている素材もあるので、その場合はいきなりボーダーを追加してサイズとカラーを調整するだけでシルエット化することができます。全身が切れずに画面内に収まっている場合はエフェクト、ビデオエフェクト、マルチスクリーンのグループにあるサラウンド画像を上のトラックに配置するとパターン背景として使うこともできます。さらにエフェクトのパラメータを調整してキーフレームを設定すると動くシルエットパターンも作成可能です。
素材や配色を変えていろいろ試してみるのも面白いですよ。シルエット活用1、シークレットゲスト演出。それでは実写素材やイラスト素材のシルエット化の方法が分かったので、ここからは活用アイデアを紹介します。一つ目のアイデアはシークレットゲスト演出。シルエット化するだけで情報を隠すことができるので、シークレットゲストや未発表デザインなどの期待を高める演出に活用することができます。動画素材のシルエットはピングでスナップショットすると透過背景を生かしたまま画像として扱うことができます。スナップショットの設定が JPEG になっている場合は、ファイルメニューの設定、編集、スナップショット形式の項目でピングに切り替えることができます。文字をあしらって YouTube 動画のサムネイルや SNS 用の告知バナーなどの作成にぴったりですね。人物だけでなくお料理などインパクトのあるシルエットに使うのも効果的。いろいろ試してみてはいかがでしょうか。シルエット活用に変身シーン演出。活用アイディア2つ目はシルエットから通常の切り抜きに切り替えることで、魔法少女のようなキラキラ変身シーンやアプリゲームのガチャのような演出を行うことができます。結婚式の前撮り撮影素材を使って自作オープニングムービーの演出として使うのもおすすめです。イラストの場合はグリーン単色の状態でキーフレームを使って先にカメラワークを設定、エクスポートしてクロマキーでシルエット内を CG 映像などに変えておくのがおすすめ。実写の場合はパーツのアップやパンアップのようなカメラワークで撮影したものをシルエット化しておきましょう。シルエット化前のクリップとシルエット化したクリップを重ねて、変身したいタイミングで分割、後半を削除します。変身する瞬間にまたぐように調整レイヤーと明るさのキーフレームで作成したフラッシュトランジションを配置します。フラッシュトランジションの詳しい作り方はこちらの動画の5分56秒頃から紹介しているのでチェックしてみてくださいね。仕上げにレンズフレアやスターバーストなどのキラキラ系のエフェクトや 3D タイトルで派手に演出するのもいいですね。面白いシルエット動画ができたらぜひコメントでシェアしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。フィモーラチャンネルではフィモーラユーザーの皆さんからの質問を募集しています。お気軽に YouTube 動画のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。この動画が役に立ったらチャンネル登録、グッドボタンをクリック、通知をオンにして最新情報もゲットしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。